探しているものはそう遠くはないのかもしれないという本を書いた三省堂書店の新井美恵香です。新井です。本屋の話ではあるんですけれども、みんなが多分期待する書店員らしいエッセイでは全然ありません。自分が読みたかったエッセイを書きました。これって多分一番正解だと思っていて、なんか読む人のことを想像して、こういう本書いたら、こういうこと書いたら面白がるんだろうなとかってやるのはなんかちょっといやらしいと思ったし、自分もそういうの読んでてつまんねえなって思うので、なんか自分が本当に読みたくて、自分がもう一回読んでも面白い本を書くということを徹底しました。では最後に、せっかく動画なんで投げキッスを送りたいと思います。読んでください。